遊ぶのだ。タチアナ、悪いけど今疲れてるんだ。今日は他の人と遊んでくれないか？ダメなのだ。ターニャの暇つぶしの相手はレイジって決まっているのだ。ユーノさんとかじゃダメなのか？喜んで相手してくれると思うんだけどな。今はレイジと遊びたい気分なのだ。ターニャはレイジと遊ぶのだ。わかったわかった、じゃあ行こうか。まずはジャングルジムで遊ぶのだ。レイジはターニャの技をそこで見ているのだ。タチアナ、登らないのか？登ろうとしているのに上に行かないのだ。これは難しいぞ。天才のターニャができないのだから、これは誰も攻略できない遊びだな。なんと恐ろしい遊具なのだ。次は滑り台に挑戦なのだ。ちょっとタチアナ、急に走ったら。レイジ、痛いのだ。急に走るから転ぶんだぞ。ほら、膝洗いに行こう。仕方ないな、おんぶしてあげるから僕の背中に乗って。わかったのだ。えい、なんでタチアナ、飛び乗ったら危ないだろう。にゃふー、面白そうだったから仕方ないのだ。よし、レイジゴン発進な。ここは天才と言われるターニャの操縦なのだ。よし、もう少しスピードを上げるのだ。にょほほほ、かっこいいのだ、すごいのだ。よし、ここで進路をみんななゼロにするのだ。それってどっちに進めばいいんだ？わからないのだ。とりあえず右に曲がるのだ。ところでタチアナ、膝を洗うことを忘れてないか？そうだったのだ。早くしないとバイキンが入っちゃうのだ。レジゴ、水道に向けて全速力なのだ。ターニャが遊べる遊具がないのだ。つまんないのだ。タチアナ、あれに乗らないか？たまにはいい。
まにはって。さあタチアナ乗るぞ。レイジ早く乗るのだ。はいはい、ちょっと待って。休日を楽しんでいる気分なのだ。レイジとターニは立派なカップルなのだ。レイジどうしたのだ。早く動かすのだ。ターニは待ちくたびれたぞ。ごめんごめん、今動かすからな。よし、じゃあもっとだ。にょー、レイジすっごくすっごく楽しいぞ。それならよかった。でもちゃんと前を見ていないと落ちるぞ。わかったのだ。仕方ないからおとなしくしているのだ。そしたら今度は揺らし方にランダム要素を加えるぞ。おお、それはもっと楽しそうなのだ。なあタチアナ、楽しいか。僕そんなに楽しそうにしてた？すごくニコニコしてるのだ。レイジはターニエより大人のはずなのに、まだまだお子様なのだ。お子様って。そうだな、僕もまだ子供だな。けどなタチアナ、そういう時は童心に帰るって言ってくれよ。老人死変えた、なんだそれ。童心に帰るだよ。大人が素直な子供のように物事に熱中しているって意味。なあタチアナ、公園に誘ってくれてありがとな。ターニは気が利くいい女だからな。レイジが何を求めているのかくらいお見通しなのだ。すごいだろう。それにターニのお世話係もよくやってくれているからな。今日はそのお返しなのだ。そっか、本当にありがとう。さすがターニャなのだ。レイジはもっと感謝するのだ。お礼はガジガジ君2本でいいぞ。はいはい、帰りにコンビニに寄ろうな。ガジガジ君も好きなのを選んでいいから。やったのだ。Thank you.
じゃあタチアナで。それでいいのだ。だってレジはターニャのお世話係だからな。海でだってちゃんとお世話をする義務があるのだ。私、ユーナ、夏美っていう女性からの誘いを蹴ってお子様のタチアナを選ぶってどういうこと？ひょっとしてあんたって、やっぱそっちの趣味があったわけ？変態だわ、変態ロリクソ下道野郎だわ。うん、つまりレイジ君はちっちゃな女の子が好きな男の子ってこと？なんだか言うのがっかりだな。落ち着いてくださいって。いやいや、レイジ君、何も恥ずかしがることはないんだよ。戦国時代の武将なんてそれこそ11、12の少女をめとっていたのだからね。なるほど。つまりロリコンは日本古来より伝わる伝統文化ということか。それを踏襲しようとはさすが我が弟子よ。オワリさんもイルカさんも適当なことを言って煽らないでくださいよ。戦国時代の話なんて持ち出されても困ります。それにそんな文化僕は踏襲してませんから。僕がタチアナを選んだのはお世話係っていうよりも監視役としてです。監視役？そうです。さすがにタチアナを一人で遊ばせておくわけにはいかないじゃないですか。ほら、レイジ、ターニャを子供扱いするな。確かにね。ターニチカは日本ではなかなかいない金髪の美少女だ。レイジ君と同じ性癖の持ち主が狙わないとも限らない。だから僕は違いますって。いい加減にしてください。あっはっは、軽い冗談だよ。君にそっちの毛がないことは分かっているからね。君の PC の履歴を調べて、どんなエッチサイトを見てたかはきっちりと把握済みだ。その中にロリータ系のサイトはなかったな。オワリさん、そんなこと知ってたんですか？プライバシーの侵害ですよ。レイジ、会社の PC でそんなサイト見てたわけ？レイジ、あなた最低ね。よし、じゃあしばらくは自由行動にしようじゃないか。2時間ほど経ったらまたここに集合しよう。昼飯にするからね。浅野、泳ぎなら我が輩が教えてやろう。お断りよ。レイジが教えてくれないなら泳ぎは諦めたわ。私は海の家でビールでも飲んでるわよ。愚かなり。ならば我が輩は一人目の前の大海原に泳ぎ出ることにしよう。ユーナは砂浜で綺麗な貝でも拾おうかな。ラッちゃんも一緒にどう？悪いけど遠慮させてもらうわ。私はのんびりとビーチを散歩でもするつもりだから。俺はセクシーな水着美女でも眺めて楽しもうかね。さあレイジ、早速探すのだ。探すって何よ？いい砂のある場所に決まってるのだ。そこで立派なお城を作るのだ。城作りは場所探しから始まっているのだ。うん、ここに決めたのだ。早速始めるのだ。ちょっと待つのだ。今、ターニャは、ここに決めたのだ。
って言ったな。言ったけど、それがどうかしたのか。わからないのか。うん、ここに、うん、ここに、うんこだぞ。おっと、レイジ、時間がもったいないぞ。うんこうんこ言ってないで、砂のお城作りを始めるのだ。はいはい、わかったよ。レイジ、お城作りは基礎作りが肝心なのだ。もっと大きな山を作るのだ。固めるのも忘れちゃダメなのだ。はいはい。タチアナ、鼻に砂がついてるぞ。取ってやるから動くなよ。ありがとうなのだ。今のでターニャとレイジはきっとイチャイチャカップルに見られたのだ。恥ずかしいけど、なんだか嬉しい気分なのだ。タチアナ、場所を変えないか。もっと人気のないところに。やっとお城の基礎部分ができたところなのだ。今から場所を変えるなんて嫌なのだ。聞いた？あの女の子を人気のないところに連れて行こうとしてたわ。あの女の子、今嫌だって言ってたわよ。監視員さんを呼んできた方がいいかもしれないわね。すごい城を完成させよう。見てる人たちの度肝を抜くような、そんな城を。おう、レイジすごいやる気だな。うん、感心なのだ。だったらターニャの言う通りに作業を進めるのだ。まずはそこを少し削ってほしいのだ。わかったよ。やったぞ。ちゃんと建築力学に基づいて作ったのだ。ちょっと風が吹いたぐらいじゃ崩れたりしないのだ。タチアナ、これすごいよ。どうして設計図もなしにこんなのが作れるんだ。設計図ならあったのだ。ちゃんとターニャの頭の中にな。頭の中に？にゃふふふ、ターニャは天才だからな。それぐらい当然なのだ。タチアナ、どうしたんだ？具合でも悪いのか？ターニャ、おしっこに行きたくなったのだ。ちょっと行ってくるから、レイジはここでお城を見張ってるのだ。じゃあ僕はここで待ってるから、急いで行ってきなよ。わかったのだ。ちゃんと見張ってるんだぞ。
迷子のお知らせをいたします。タチアナ・アレクサンドロブはシャラボビアちゃんを迷子センターにてお預かりしています。違うのだ、タチアナ・アレクサンドロブはシャラボリアなのだ。というかレイジ、早く迎えに来るのだ。お世話係の方は海水浴場中央迷子センターまでお越しください。やっぱり迷子だったか。はいはい、もう大丈夫だから。どうもご迷惑をおかけしました。レイジ、まだ時間があるから今度は砂の大神殿を作るのだ。そっちの設計図もちゃんと頭の中で作ってあるのだ。タチアナ、どうしたんだ？ターニャは、やっぱりレイジを行かせたくないのだ。また、ブラックメンが襲撃してきたらどうするのだ？レイジみたいな平凡な大学生が叶う相手ではないのだぞ。今度こそ、殺されてしまうかもしれないのだ。嫌なのだ。レイジが死ぬなんて。そんなの絶対に嫌なのだ。ちょっとタチアナ、落ち着けって。だって怖いのだ。レイジが死んじゃうかもしれないのだぞ。落ち着いてなんかいられないのだ。大丈夫だよ。僕は死んだりしないから。絶対にみんなを新世界に送り届けてみせる。約束するよ。なあ、タチアナ。僕が今まで一度だってタチアナに嘘を言ったことがあるか？レイジ。そうだな。レイジはちょっとエッチだけど、嘘は言わない男だからな。分かったのだ。レイジを信じるのだ。ターニャはいい女だからな。レイジの帰りをいい子で待っているのだ。だから絶対無事に帰ってくるのだぞ。約束したからな。破ったら針千本どころじゃ済まさないのだ。針万本なのだ。うん、分かったよ。それじゃタチアナはみんなのところに戻って待っててくれよ。僕は新世界で待ってるからさ。ほら、レイジ、ターニャがせっかく来てやったというのに、いつまでアホ面を見せてるのだ。美少女の登場に、ちょっとは喜んでほしいのだ。
チアナ、みんなのところに戻ったんじゃなかったのか。レイジと別れた後、ちゃんと戻ったぞ。でもその後ゴーグルを持って走ってきたのだ。あっちの方は世界に任せたから心配いらないのだ。ハンドヘルド PC も置いてきたし、ターニャがいなくても問題ないはずだぞ。いやいやいや、だからってなんでこっちに来ちゃうんだよ。タチアナも分かってるだろ。ここは黒服がいるかもしれないから危険なんだよ。でもターニャはレイジと一緒にいたかったのだ。この夏はレイジがお世話係になってくれてすっごく楽しかったのだ。デートをしたり合宿をしたり夏祭りに行ったり、こんなに楽しかった夏休みは初めてだったのだ。それは全部レイジがいたからなのだ。それに北里犬やパーパがしてる悪いことにも向き合って十三犬と戦おうと思えたのもレイジのおかげなのだ。あの時逃げ出そうとしていたターニャに真実と向き合う勇気をくれたのはレイジだったのだ。いつだってレイジがそばにいてターニャを支えてくれたのだぞ。それなのに一番大事なこんな時だけ離れ離れなんて、そんなの何は嫌なのだ。お世話係だってレイジじゃなきゃ嫌なのだ。ううん、お世話係なんてどうでもいいのだ。ターニャはレイジとずっと一緒にいたいだけなのだ。ターニャがこんな気持ちになってしまったのはみんなレイジのせいなのだ。だから責任を取ってもらわなきゃならないのだ。え、責任って言われても。前にも約束しただろ、ターニャに何かあったら一生責任を取るって。だから約束通り一生一緒にいてもらうのだ。いやいや、それは新世界に行った時に何かあったらじゃなかったっけ。そんな細かいことを気にするとモテないぞ。ま、レイジはターニャのものだからモテなくたって別にいいけどな。どうだ、嬉しいだろ。こんな美少女の一生をもらえたのだからな。え、これで永遠にラブラブカップルなのだ。重要なことを忘れていたのだ。永遠のラブラブを誓い合う仲となったからにはやらなければならないことがあったのだ。はあ、まだ何かあるのか。それはズバリ誓いのキスなのだ。さあレイジ、遠慮なくブチューと行くのだ。タニャのファーストキスをあげるのだからな。光栄に思うのだぞ。ちょっと待った。もう一体何なのだ。こんな美少女に迫られているのに待ったをかけるなんて。にゃん、まさかターニャとキスするのが嫌なのか。いやそういうことじゃなくてさ、ほら、まだこういうのは早いんじゃないかなって。そうだな、あと5年、いや10年は待った方がいいと思うよ。10年も待たなきゃダメなのか。僕は大人の女性が好みだからな。大人になったセクシーでグラマラスなタチアナに脳殺されたいな、なんて。
そうか、セクシーでグラマラスな美女になればいいのだな。うんうん、10年後楽しみにしているのだぞ。だったらそんなラブラブな未来のためにも早くアカシックを破壊しに行かなきゃなのだ。うん、そうだね。これで全部終わったのだな。あとはパーパがアカシックを破壊して首都消滅作戦は完全に中止になるはずなのだ。でもそしたらパーパは。してしまったからな。ちゃんと謝って反省しなきゃなのだ。きっと世間からバッシングをたくさん受けると思うのだ。でもでもターニャだけはずっと味方なのだ。だって家族だからな。それでパパが戻ってきた時に笑顔でお迎えしてあげるのだ。タッチアナ、レイジ、ターニャは新世界に行ってよかったのだ。怖くても真実から目を背けて逃げ出さなくてよかったって思っているぞ。辛いことも悲しいこともあったけど、でもでも楽しいことも嬉しいこともたくさんあったのだ。それにパーパとだって分かり合えたんだからな。ターニャはそれが何よりも嬉しいのだ。みんなみんなレイジのおかげなのだ。すっごく感謝しているぞ。お、どうしたのだレイジ。いや、なんかさ、タチアナ大人になったなって思って。一歩大人のレディへの階段を登ってしまったようだな。じゃあレイジ、ご褒美にターニャの頭を一個一個するのだ。はいはい、わかったよ。なあ、なんだよタチアナ。レイジの膝の上はターニャの特等席だからな。遠慮なくいい子いい子するのだ。そんなのいつ決まったんだよ。最初からレイジの膝はターニャのだって決まっているのだ。うんうん、さすがレイジなのだ。いい子いい子をさせても右に出るやつはいないのだ。ターニャの口に黒光りする棒を突っ込むのといい、レイジはなかなかのテクニシャンなのだな。ちょっとタチアナ、その言い方は誤解を招くからやめてくれな。うほー、レイジがタチアナの口に黒光りする棒を突っ込むテクニシャンとな。おお、これはちょうどいいタイミングに帰ってきてしまったみたいだね。ああ、邪魔をして悪かったね。
俺たちのことは気にしないで続けて続けて。続けてって何をですか。何もやってませんよ。おいレイジ、手が止まっているぞ。何はともあれ、みんなご苦労だったのだ。いや、大変なのはこれからだよ。さっきラウンジで目覚めたら領収書が置いてあってね。え、カラオケ店にいたんじゃないんですか。アカシックがシャットダウンしても我々がなかなか起きなかったようでな。しびれを切らしたらしく、宮部氏がDIH の職員を呼んで我々を車でここまで輸送してくれたらしい。だがえげつない領収書を見たおかげで一気に目が覚めたよ。え、延長料金そんなになってましたか。いや、そうではないのだ。我が輩たちが仮想世界に行ってる間に宮城氏と伊予子女子がお酒を頼みまくっていてな。領収書を見て我が輩思わず全身の毛穴が開いたぞ。あの二人、朝の以上の大酒飲みだったとはな。まさに上ばみだ。俺たちが目覚めた時には二人とも基地にはいなくてね。こんな置き手紙が残されていたんだ。でもってこっちが領収書だ。これに加えて修理代の請求も来るとは。一体いくらになるのか考えただけでも頭が痛いよ。ああ、これで私確実にあの店出禁になったわ。休日の一人カラオケ大会とかこれからどこでやればいいのよ。もうこうなったら基地のラウンジあたりにカラオケマシンを導入してもらってそこでやるしかないわね。あ、浅野、それを決めるのはまだ早いんじゃないかい。その通り、きっと新たな戦場が見つかるはず。決して希望を捨てるでないぞ。そうですよ、なんだったら僕が探してもいいですから。そう、まあそれならいいんだけど。そんなことよりターニャお腹ペコペコなのだ。だったらユウナ、何か用意するよ。みんな、ラウンジに集合してね。